余裕すぎて相手にならないな。暇だ、もっと強いの見つけろ。あら素敵。
すぎる。線路って音が響くんだね。あんま大きい音すると。よし、たぶん楽勝なはずよ。終了。
気持ちだぞ。まあ、いいや。相変わらずすげえ力だな、ジョーカー。シャドウがウロウロしてるな。油断するなよ。けっ、上等だぜ。
よし。あ。こいつだ。くそ。
きてんの。力だ。あいと。甘いな。さすがジョーカー。かっこいいな。甘い気がするだな。おい。テルサマ。私の怒りを思い知る。そんな。この状況は。ジャックフロスト。そこか。ベルトだ。くらいなよ。ああ、ベルトだ。奪え。キッカー。カム。見直したぜ。始めんぞ。これで敵は総崩れだ。聞くだろ。くそ。疲れがめまい状態で、攻撃が当たりづらくなってる。はい。悪いな。生意気な強だね。雨の渦め。駆け見なかと。奪え。おお、ジョーカー。かっこいい。しっかりしてよ、もう。サンキュー。手で取れば済ませようぜ。どうした、ベルトマン。ビビってんのか。キャプテンキッド。カム、見直したぞ。これで失敗だ。ボコボコにしちゃう。踏ん張りどころは大丈夫、立て直せる。てかパンサーの体力注意しろ。ペルソナ食らいなさい。ミオン、ここから反撃だ。そうじゃない、ペルソナ。違う、弱点をつけるスキルは持ってないな。この力があれば。
かのうなり声が。ああ、相手はどういうやから。バーコ言ってたよ。相手にならないな。ヨハンナ、さすがクイーンだな。フリーズ。使えではな。ここで手こずってられない。さすが。よし、気持ちだぞ。使えではな。みんないい感じだったね。さすが。よし、校長の刺繍が売っているが。
世界の住人。よーし。ん？え？あんまりだ。
てっと。続いてのニュースは、おい、あっちいな。でも、まさか双葉の母親の件が町を騒がしてる事件につながっちまうと、こいつはほっとけねえな。同じ力を持っていながら、我が輩たちが避けてきた廃実在すんなら誰に止められる？面白くなってきやがったぜ。お前が弱気じゃ困るぜ。ま、我が輩が豊富な経験でサポートしてやるさ。どうだ、うまいか？はい。そんなにがっつくな、誰も取らねえよ。言わんこっちゃね、お茶飲め、お茶。ほれ。トイレか、トイレはあっちだ。忙しいやつだな。
昔はよくあいつの母親と3人で飯を食いに行ったもんだ。懐かしいな。そんなことがあったことすらは。ああ、危なかった。死ぬかと思った。さて、仕切り直すか。まだ食うのか。もうお腹いっぱい。お手上げだ。どっちだよ。ちょっと便所行って会計してくるわ。大将、お勘定。はいよ。中学の入学祝いでお母さんと宗次郎とお寿司を食べに来たことがあった。あのお寿司美味しかった。今日のもなかなかだったぞ。また3人で来たいな。今度はいつにする？お母さんにも食べさせたかったな。お母さんのこと明らかにしたい。廃人化させたやつを私。そんなわけで協力よろしくな。12万？嘘だろ。寿司より無理そうだね。よし。待ち合わせはここなのか？いない。近くを探してみろ。一人？どこから来たんだい？どうしたの？まずいんじゃないか。どうする？だな。君を。おい。友達、ごか。そうだろうね。わかった。双葉、どうしたんだ？すまん。海で克服できた。ダメだったのか。パニクった。知ってる人はいなくて。心臓がドキドキして、一人、
そしたら周りがざわざわして警察まで来て終わった。困った時はこいつに連絡しろよ。連絡、うん、これくらい近ければ落ち着く。このままでいい。それじゃゲーム1本買えないとは。双葉でもこいつと一緒なら外にも出られる。ひょっとして必須アイテム。頼む、私の外出必須アイテムになってくれ。代わりにこれまで以上にナビ頑張るから。本当か、じゃあ取引成立。怪盗団の情報収集能力には私たちも感心しているの。高度なハッキング技術でもなければ到底成し得ない離れ技だってね。誰の仕業？わしぎわれ。決まればいい。お、ゲーム買う。さっきまで泣きわめいてたくせに。必須アイテムが手に入ったからな。クリア条件は揃った。必須アイテムじゃなかった。か、帰るわ。Take off my mask, revealing dark.
囚人、主よりお言葉だ。また新たな仲間と契約をも、これはまた変わった力の持ち主だ。その力はお前たちを族としてさらなる高みへ導く。心配するな。お前は着実に目的のその証拠というわけではないが、今のお前にふさわしい新たな力を与え、これよりお前のものをこれまで期待しているよ。よし。では時間で。お、制服。しっかりあげめよ。双葉のやつ、朝方の生活にするんだと。健全な作戦行動は健全なライフスタイルからだ。作戦？続いて今しがた入った速報です。連日世間を賑わせている、いわゆる怪盗団事件。騒ぎの大きさを受け、総理大臣が官邸で記者団の質問に答えました。近頃怪盗団と俗称される集団の噂があることは、政府現在警察等が事実確認に努めており。総理まで怪盗団かよ。正義の味方だからね。会心ね。本当なのか。いよいよ我が輩たちも全国区だな。実際お前らよくやれてると思うぜ。我が輩の指導がいいからだな。例の事件の手がかり早く掴んで、我が輩らで解決してやろうぜ。双葉のためにもな。お前ら本当に仲いいな。そろそろ行かねえと遅刻するぞ。お勤め、ご苦労。私思うけど、夏休み短すぎない？
え方によるか。ある意味エジプト行ったようなもんだし。はい、ホームルーム始めるわよ。休み明け早々ですが、来週からいよいよ修学旅行です。あ、そっか、そうだ。はあ、学生はいいわね。1ヶ月も夏休みの上に、それとは別口でハワイなんて。くれぐれもハメ外しすぎないでね。はい、静かに。ホームルーム終わります。修学旅行か。やっぱその間って解答でき。高牧さん、英語を話せるんだよね。一応ね。すごい、向こういたから普通だって。ねえ、分かんないことあったら英語聞いていい？え？下校の早かった俺が拾いに行った。恩着せがましいお稲荷だ。さて本題だ。これからどうするよ。また大物狙うか。それもそうだが、例の認知世界の悪党とやらはどうする。いるのはもう確実でしょう。廃人化を引き起こしてる犯人、放置なんて絶対許されないわ。つっても手がかりねえんじゃなけどさ、俺たち今めっちゃ人気じゃん。学校も怪盗団の話で持ちきりだし、テレビで見ねえ日もねえってくらいだぜ。このビッグウェーブ来た感、やばくね。確かにね、怪盗お願いチャンネルもランキングとかすごいことになってるし。これか。お、なんだこれ。1位がどんどん入れ替わってる。ナウで投票されまくってるからな。こいつら狙ってきゃ、さすがに1回くらい大金も入んだろ。お前だったら何に使うよ。いいね、世界中食べ歩き。双葉はいいの？お母さんと関係あるのに。ない、そいつは必ずぶっ飛ばす。廃人化の犯人、よく考えりゃこれ以上の大物もいねえ。もしこいつを改心させて自白が出れば、俺らマジ天下取れんぜ。そん時はいっそ正体明かせ。モテ期来ちゃうんじゃねこれ。そんな顔出しとかあり？そうか、真犯人の自白が出れば異世界の存在も知れる。不審に隠れ続ける必要は。
っと、目立つためじゃないのよ。正体不明は怪盗の美学だぜ。けど今でこれなら実際とんでもねえ騒ぎ来るぜ。廃人化の件は本当に当ては何もないのか。姉の新島が確か調べてるんじゃなかったか。そうだけど、根掘り葉掘りは聞けないよ。首を突っ込むなって怒られるだけ。聞けないならデータ引っこ抜く。その人私物のパソコンとかある。まさか。私特製の仕掛けが入ったストレージ貸すよ。ぶっ刺せば内蔵ハードのデータ丸コピー。 OS の赤パスとか関係なし。ただ本人のパソコンに直接ぶっ刺す必要あるけど、できそう。お姉ちゃんノートパソコンを持ち帰ってくることはある。そこまでするのは。お、またなんか双葉がすげえことやんの。姉の本音を見てしまうのが怖いか。そんなことない。わかった。ね、週刊誌に私がですか。鴨志田先生の件については観光令を敷いたはず。待ってください。どうか猶予を。怪盗団の尻尾は必ずつかみますか。先生のお力がなければここまで私は。でどうか。囚人、さあ合体です。これで良いのか。
なるほど、これは強いペルソナです。可もなく不可もなくといったところですか。なるほど、これは強いペルソナです。せいぜいあがけよ。100歩譲ってやめたとしても、彼女が不幸になる運命は変わらないはず。だってほら、アルカナの配置が全然変わってる。
死を意味するカードが遠い未来に。いえ、これはと、あなた詐欺師ですか？彼氏さんに何か仕込みましたね。じゃあ何したんですか？彼氏さん東京湾に沈めるとか、ドラム缶に詰めて害虫を流す、何か。確かに普通に見えます。でもそうじゃなきゃありえないですよ。こんなただの高校生だとしても。ま、いいでしょう。あなたの力検証させてもらいます。私のタロットひっくり返したその力を。占い師として由々しき事態ですもん。一体何が起きたのか見極めます。手間は取らせませんよ。で、また抗えぬ運命が出たらあなたの力を試させても。こっちは重要。もっと占ってあり、お客さんの予約があってもあなたの都合を優先させ、それにもそんな取引でいかがですか？じゃないと何も手につき。お願いですよ、本当に運命は変わるのか知りたい。本当ですか？では今度またケーちゃんと来てくださいよ。取引したんです。運でも良くないとあれだけの犯行は繰り返せないわよ。それとも的確な助言をくれる相談。今度は運じゃ逃げられないわよ。おはよう。ありがとう。またマスコミが来んぜ学校に。怪盗騒ぎの囚人学園、校長ら教職員が組織ぐるみの不祥事隠し。もうすげえ騒ぎになってんだから。これ校長とか大丈夫なの？てかさ、大物狙ってって大正解だったな。どこも俺たちの話題でも。
先生もやったんすか？隠蔽。私だって初耳。警察に聞かれても適当なこと言わないでよ。ほんとこんなんばっかで。またし、ああちょうどよかった。これもしかして聞いてるかもしれないけど、修学旅行の話。今事件のことで学校に警察がまたいろいろ入っちゃってるでしょ。それで引率の先生の何人かがちょうど修学旅行の日と重なるのよ。聞いてます。でね、さっき職員会議で出た話なんだけど、3年生に代理の引率頼むことになってね。新島さん、悪いけどお願いね。はあ？ほら、今年の2年生何かと癖の強い子、受験で大変だろうけど、新島さんの成績なら大丈夫だと思うし、お願いでき、心配いらないって。あなた以外にも何人か行くから。そういうことでしたら。本当？じゃあ話進めとくね。ちょうどいいか。